どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、はい、ポケットチーフが少し若干数入会いたしましたので、それの紹介です。はい、早速いきたいと思います。はい、いっぱい入ってきたんですけど、種類的にはただあれやろ、全店に置いてないんで在庫がないんやろ。そうなんです、もう一点もんです、売り切りです。まずはベーシックなこういう、まあ、無地というか折り柄系の、うん、これはあれやな、4色白とグレー、グレーと濃い紺と、紺と水色、サックス、うん、まあ何でも合わせやすい感じの定番のチーフですね、うん、この辺は。柄はグレンチェックやね、一応。そうですね、シャドウグレンチェックみたいな。まあただそんなに刺しちゃえばあんま分かんないかなっていうレベルのシャドウグレンチェックです、うんうん、はい。でこっちはあの何でしょう、ペイズリーかな、シャドウペイズリーね。はい、これも使いやすい、うん。まあ、定番はまあこういった感じで、続いてちょっと柄物の紹介です、はい、こういうあの何でしょうね、これヘリンボーンが真ん中に入っていて、ブルーの縁で、こういう広げる結構大判やね、これはね。めっちゃでかいですね、こういう感じで。これはどちらも非常にこう春夏らしい爽やかな色使いですので、すごく使っていただきやすいかなと思いますね。シンプルな柄といってもシンプルなものなので。そうそう、はい、続いてちょっとクラシック系の。そうですね、ペイズリーとかコモン柄とか、うん、そのちょっとクラシック系の、まあ、これも真ん中にこういうペイズリーがあって、まあ、縁取られているものですね、うん、これもそうですね、ちょっと大柄ペイズリー、ビッグペイズリーやね。はい、すごくクラシックな雰囲気で、うん、これも一応ペイズリー、こっちのちょっと可愛らしい、なんか薄いね、それペイズリーが。ああ、そうですね、この時期桜を彷彿とさせるような色使いで非常に素晴らしい色なんではないか。全然違うて緑虫みたいな。緑虫、緑虫言わんといてください。このなんだ、コモン、花コモンみたいなね。そうですね、うん、こういう、まあ、のせんやろ。僕個人的にはこれが一番いいかなと思います。なんかあれやね、あのすごく使いやすそう。前に紹介したクラシックの、うん、あれにすごい合いそう。合いそうですね。で、こういう縁取られてるやつってすごい TB ホールドでもかっこいいし、うん、あのパフねとかでもこっちの小紋柄が出てくるんで、うん、まあ柄も派手派手じゃないんでね、非常に使いやすいかなと思います、うん、これは。僕の一押しはこちらです、はい。で次がね、今のは全部シルクなんですけど、次コットンのチーフなんですけど、うん、コットンは派手ですよ、こういう、うん、マルチストライプ的な。これ色違いよね、はい、うん、これすごいですね。これもうどう刺していいか分からへんな、どう刺していいか。面なんですけど、うん、面ってこうちょっとしっかりした硬いイメージ、ね、硬いイメージがあるかと思うんですけど、これめちゃくちゃ薄いんですよ、これ、うん、ほら、僕透けてるでしょ、きっと、うん、だからある程度何でも刺せるというか、意外とパフでもいけそうやね。いけそうですね、そんだけ柔らかい面やったら、うん、全然いけますよ、ほら。ああ、綺麗綺麗。クラッシュでもね、こういう風に、うん、割としっかりした型崩れしにくそうな感じの、うん、なんかあれ、スーツというかはジャケパン、カジュアル、そうです ね、ジャケパンとか、ちょっとこう休日のね、ジャケットスタイルとかに、うん、ジャケパンにおすすめ。こういうものとか、こういうゴルフ柄みたいなのもあるんですよ、うん、これも面ですね、なんかクラシック寄りの、そう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 、こんな感じで、うん、かっこいい。これもジャケパンとか、頑張ったらビジネスジャケパンでいけそうやな。あ、そうですね、うん、うん、色はね、シックやからね。こっちは結構ね、もう一個こっちはわりかし派手ですけど、うん、まあこういうチーフありますからね、普通のシルクのあれでも、うん、という感じでチーフがまあまあ入荷しましたね。そう、ただ一つにつき奥行きがほぼないので。あ、そうなんです。ですので、ちょっと欲しいと思った方は、まあ、各店舗にないかったりするので、 YouTube でコメントいただければ、ね、店舗の方へも、最寄りの店舗へお送りさせていただくこともできますので、うん、お気軽にコメントいただければなと思います。高橋さん、どれが一番好きですか、うん、今日、今全然喋ってないけど、これです。うわ、かわいい色合いが、まあ、女子受け狙いでしたらこういう鮮やかな色使いの、ね、うんうん、女性目線のね、うん、やっぱり男性がなかなかね選ばないような、そうですね、取り入れていただければ女子受けするのではないでしょうか。本当に
ね、春夏とかネクタイしなくなって、うん、あのちょっとこう寂しくなったりしちゃうんですけど、胸元がね、そういう時にこうチーフを胸ポケットにさせていただくとパッとこう一つアクセントができますので、まあぜひ皆さんこうやったことない人とかは挑戦してみてもらったらいいかなと思います。はい、はい、ということで本日はちょっとチーフが入会いたしましたのでご紹介させていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。